40年前はこういうやり方は無理だったんですけど、今のほうれん草だったら大丈夫です。ぜひやって。はい、ほうれん草1羽切ります。だいたい3等分ぐらい、根元と真ん中と葉先、これぐらいにします。私はほうれん草ここが一番おいしいと思っているので、太いものがあったら4つ割り、細ければ、2つでも大丈夫。ここ太いので4つに割っとかないと同じ時間で火が通らないので、ここは4つ割りにします。ここのね、下のところが非常に甘くて美味しいんでってよく言われるじゃないですか。だけど茹でた時はそんなに感じないんですけど、蒸し茹でにするととても甘く感じます。フライパン熱くなるまでちょっとだけ待ちます。でその間に、熱くなる前間に切ったやつ入れます。全部入れます。でここにお水を1カップ入れます。蓋をします。3分待ちます。以上です。この作り方のコツは蓋を取らないことです。心配になって蓋ついつい取っちゃうんですけど、そのたんびに蒸気が逃げて温度が下がっちゃうので、でよくこうやって聞いてください。グツ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 音がしている間は中のお水があるということなので、心配しなくても大丈夫。シーンとしてたらお水が全部蒸発しちゃっているので、それはちょっと蓋を取って確かめた方がいいです。このグツグツ音がしてる間は大丈夫です。もうすぐなるよ。自分を信用しないでタイマーをかけています。私はアナログのタイマーが好きです。で、止めなくていいからです。こんな風になってます。で、火が通ったかどうか心配だったら、ここの根元のところをちょっとつまんでみます。で、柔らかくなってれば大丈夫。これはもう大丈夫です。色止めは冷たいお水をざーっとかけてざるにあければ OK です。で、この時にヒヤヒヤに冷えてなくても大丈夫。こうやってほかほかに湯気が出てるくらいでも大丈夫です。で、これを手の中に入れて軽くです、本当に軽くです。滴り落ちなくなるぐらいの気持ちで、まだまだ水気が出るよって、布巾を絞るように絞ってはいけなくって、本当に手に挟んでちょっと絞るだけです。力を入れてないです。これぐらいで出来上がり。で、ここに削りガツオを入れていきます。今1グラムぐらいですね。袋に入ってる小袋のやつの2分の1ぐらい入れました。で、ここにお醤油を1、2、2回しぐらい、これで出来上がりです。ギューって絞ったほうれん草に生醤油をかけるとすごくしょっぱくなっちゃいますよね。で、これはほうれん草自身の水分を絞りきっていないので、しょっぱくならずに優しい味に仕上がります。グッドボタン、チャンネル登録お待ちしてます。